エキサイトをご覧の皆さん、こんにちは、東方神起です。2月25日に発売の、はい、新曲「桜道」なんですけれども、ね、はい、もうすぐ卒業もあるし、はい、そして新学期、そして就職など、はい、本当にみんな新たな出会いがあったらお別れもある時期だと思いますね、はい、ですよね、うん、そういうなんかもうすぐ訪れてくる季節、春にぴったりな、そういうなんか希望ソングだから、たくさん聴いてほしいです。本当に桜木が、桜の木が登場してて、 その前でずっと歌ったり、ね、そして電車の中で、はいはい、撮ってみたりしたんですけど、はい、その電車が実際のものだと僕は思ったのに、セットでしたよね。ですよね、はい、でちょっとなんていうか、ね、ゆらゆらしてたのは、あのスタッフの皆さんがですね、うん、こうそうしたんです。それで裏のちょっと指示も完璧に知って、もっと曲に似合う PV になったと思っているから、皆さんよろしくお願いします。そうですね、この曲はね、やっぱり歌詞がすごくいいから、はい、歌詞をことを考えながらちょっと歌えばいいんだけど、はい、ちょっとリズム的がちょっと早くて難しい分があるから、はい、そこだけ気をつけながら気持ちよく歌えばいいと思いますけど。ですよね、なんか新たな出会いと、そしてなんかちょっと寂しいかもしれないけど、お別れのことを考えながら、ちょっとすごく寂しく、そしてなんか希望的に、なんかいろんなそういう雰囲気を混ぜながら感情を込めればいいんじゃないかなと。いい曲だからいいと思います、はい、本当に2015年、もうもっと具体的に言えば4月にですよね、丸10周年になるんだけど、なりますね、はい、本当にあっという間に過ぎちゃいましたね。過ぎちゃいましたね、はい、本当にここまで来れたと思うのは皆さんのおかげだと思うし、だと思います、はい。ふざけるな。いやいや、ふざけてないです、はい、でも本当にそうですね、はい、なんか10年っていう時間は本当に早いなと最近思ってるんですけど、なんかあっという間に過ぎちゃった気がして、はい、でこれからもですね、もっと末永くファンの皆さんに愛されるようにもっと頑張りましょう。はい、頑張ります。はい、2回目のドームツアーだからね、もっと皆さんに近づける、そういうライブになっているんじゃないかなと思ってます。そしてやっぱり広いから、もっといろんな皆さんと一緒に作れる、そういう、セッションもいっぱい入っているし、皆さんに感動を伝える、伝えている、そういうライブになっているから、皆さんぜひライブ訪問よろしくお願いします。やっぱ皆さんと一緒に、一緒に東方神起っていうネームを一緒に作ったのがもう10周年になっているし、まあ、皆さんには毎回毎回ありがたいって言ってるんですけれども、まあ、それ以上これからももっと上を目指して成長して行きたいし、それはやっぱり東方神起ことを見守っている皆さんがいるからこそできると思いますので、これからも東神起と一緒に共に歩いていきたいと思います。チャンミンもお願いします。よろしくお願いします。それでは東神起でした。